ここは甲州上野原。ごめんなさい。いらっしゃい。三味線などを買い込んで旅から旅の芸人と見えるが、この暑いのに楽じゃねえな。さあ、そこのところは暑いからこっちに来てお休み。まあご親切にすみません。それじゃちょいと休ませていただきます。姉さん、飯のおかずは何にしようか。あらお父っつぁん、私はおまんまなんかいただきたくって来たんじゃないんですのよ。暑いでしょ。暑さしのぎにお酒が一杯いただきたくってさ。ああ、姉さん酒を飲むのかい。口当たりのいいのがあるぜ。やがて親父がお盆の上へ調子を乗せて持ってくるやつ、何思ったかかの女、片江の湯飲み茶碗を取り上げると、それに並々とついだ冷や酒、一息にグーンと飲み干した。その飲みっぷりの鮮やかなこと。あー、おいしいわねこのお酒。あんまりおいしいからもう一本くださいな。もう一本もう一本と、たちまちのうちに五六本のお調子が目の前に立ち並ぶと、さすがにかの女、目をとろんとさせて上唇と下唇をペロリペロリと舐め始める女の虎が出来上がった。はあ、お酒ってどうしてこう面白いんでしょう。お酒を飲むと急に心がウキウキしちゃってさ、やがて心が春めいて、借金取りもウグイスの声。もしお父さん、何を抜かしやがんで。姉さん、いい機嫌だな。当たり前ですよ。お酒を飲んで気持ちよくならないようだったら飲まない方がマシですよ。あと一本二本飲んだからって酔っ払うような私じゃないんですけれど、懐の具合もあるし、ここでいっぺん勘定を締めてから、それからゆっくり飲み直そうという寸法ですの。ねえお父っつぁん、勘定はいくらですか。姉さんがあんまり嬉しく飲んでくれたんだ。こちらも安く負けとくぜ。それだけで1と11文だ。どうで、安いだろ。まあ私そんなに飲んじゃったかしら。飲んじゃったかしらって、目の前に並んでるとっくりみんな姉さんが飲んだんだよ。ねえお父っつぁん、私これで江戸で義太夫の序の口語りをしていた小吉という女でござんす。こんな山の中にも女の義太夫を聞いてやろうという粋なお客様が二人や三人はいるでしょう。ねえお父っつぁん、ねえ呼んできてくださいな。ねえいい子だから、ほれ、1、2の3で。なんだとこの野郎。いい子だから呼んできてくださいな。1、2の3だ。ふざけるね。舐めやがるってえとこの甘。ただじゃおかねえぞ。襟髪掴んで表の肩。掘り出そうとしたときに、奥の人まで最前から
ちびりちびりと飲んでいた。年の頃なら二十と八苦み走った。あった待ちね待ちね、とっつぁんその手を離してやんね。姉さんおめえさんもよくねえぜ。さんざっぱら飲んだあげく、こんな年寄りをからかうからおとっつぁん怒っちまうんだ。姉さん俺は姉さんの言うような粋な客ではねえけれど、その義太夫ってのを一つ聞かせておくんなせいやし。まあ聞いてくださる方は皆お客様。それじゃ兄さん、まっぴらごめんなさい。上がりのれんの奥のお座敷へ、旅の誇りを浴びてはおれど、磨き上げたる玉川の水でさらした雪の肌、どっから見ても隙がない、キリリと島あった。あですがた、なるほどな。姉さんいい喉をしてるな。それだけ覚えるには相当苦労をしたろうな。時にどうだい姉さん、ほら姉さんに頼みてえことがあるんだが聞いてくれるか。そうか聞いてくれるか。ほらこの土地ではちった名の知れた信楽屋徳兵衛という親分の身内で、源太郎というしがない三下役だが、この上野原には関東で一つだけ珍しい盆が弾けるんだ、徳兵衛親分の米びつ。ところが向こうの寄席というところに博打打ちで久右衛門という男が相棒欲しさに喧嘩を売ってきやがった。売られた喧嘩だ。会場を回して身内を集め、やれ殴り込みだ切り込みだと騒いでみたが、大勢行って喧嘩をすりゃそれだけ多くの怪我人が出るだろう。目指すは久右衛門の首だ。誰かただ一人出て行って久右衛門を討ち取ってくるものはねえか。久公の首を持ってきた者には娘お藤の婿にして俺の跡目を譲ってやるという親分のお言葉さ。甲州小町と歌にまで歌われた器量のいいお嬢さん、嫁にできるばっかりか、親分の跡目を譲ってもらえるんだ。俺だ俺だ、俺が行って必ず久右衛門を討ち取ってくると、わいわい騒いでいるうちに、とうとうこの俺が久公の首を持ってきたのよ。今日がお嬢さんとの祝言の杯だ。だが困ったことに、このお嬢さん遠の昔から二世を誓ったかわいい男があったのよ。俺の兄弟分喜助という男と人目を忍んで語りを、俺が親分に話したなれば義理には勝てえ親分だ。二人並べておいて切るだろう。一人娘のお嬢さん首にしたんじゃ親分に対して俺の義理が立たねえ。今夜の婚礼の断り方どうしたらよかろうと一人くよくよ案じているところへ、
姉さんが飛び込んできてくれたというわけだ。頼みてえのはここのところだ。俺は今から6年目江戸表へ剣術の修行に行っていたんだが、その自分姉さんとできてたことにして今夜の婚礼の席へ暴れ込んでもらえて、この婚礼見事ぶち壊してくれたならお礼として金10両やろうじゃねえか。どうで、引き受けてくれるかい？まあどんなお話かと思いましたら、私は話をまとめるなんてことはちっともできないんですけれど、ぶち壊しの方でしたらお手の物18番ですよ。後鎖のないようにきれいさっぱりめちゃめちゃにぶち壊してやろうじゃありませんか。そうかい、引き受けてくれるかい？これは前金の5両だ、取っときな。あとの5両は仕事が済んでからの話。乗り込む場所は信楽屋の2階、クレムツの鐘が合図だ。間違えのねえように頼んだぜ。万事は私の胸にありと右と左に立ち分かれた。集め桂川の清流を一目で見晴らす大広間、三三九度の杯に映りましたが、どうしたことかからくりおよしが こうしてはいられないと小妻をからげたからくりおよしが信楽屋の2階へタン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 と駆け上がった。今皆さん聞いてください、私は源太の女房でござんす、家内でござんす、かかあですよ。とんでもねえ女が飛び込んできやがってつまみ出しちまい。待て待て、こいつら若え女を寄ってたかって怪我でもさせたらどうするんで。引っ込んでろ。姉さん、俺が信楽屋の徳兵衛だが、ガキの頃から手塩にかけた源太郎に女房があるなんてな、初耳だ。どういうわけか話を聞かせておくんなせい。わけを聞いてください。私と源太さん、ちょうど今から6年前、源太さんが江戸表出て剣術の修行に行っていたことがござんしょ。その自分、私は両国で義太夫の序の口語りをしていた竹本小よしという女でござんす。ひょんなことから私と源太さん切っても切れない嬉しい仲となり、本所の立川というところで所帯を固め、やれ嬉しいと思ったのもつかの間、源太さんが、およし、どうしても国へ帰らなくちゃならなくなった、寂しいだろうが一人で待っていてくれと言われましたら、私だって女ですもの、好きなお方の負担にならないようにと泣きの涙で別れをいたしましたのよ。それからというもの、今日は頼りがあるかしら、明日は知らせがあるかしらと待っては見たが、梨のつぶてで音沙汰なく、もう我慢がならないと尋ね尋ねて来てみれば、まあ悔しいこのありさま。源太さん、まさかお前さん私を知らないとは言いますまいね。
さんざつれない思いをさせられながら、思うはあなたのことばかり。あなたのことを思うと知らず知らずに泣けてくるのよ。日暮れになると涙が出るのよ。ああ、それなのに、それなのに。どこをつねるか目頭に涙浮かべてかの女、ここが十両の値打ちだと。源太郎、今この女の言うことに嘘偽りはねえのか。親分、源太郎、ボロを出しっぱなしで失礼をさせていただきやす。お嬢さん、好きな男があったなら親にも誰にも遠慮はいらねえ。はっきりコートを打ち明けて末永く幸せに暮らしておくんなせ。源太郎、伊豆くの果てへ流れていようともお嬢さんの幸せを祈っておりやすで。キスケ、おめえも男だ。命がけで慕う女があったならその女を幸せにしてやるのが男の値打ち。達者で暮らしなよ、アバよ。およし、おめえいいところに来てくれたな。今日からおめえは俺の可愛い女房だ。幸せにしてやるぜ。まあ源太さん、あたしゃ嬉しい。およし、おめえそんなに嬉しいか。だって重量になるんですもの。あぶねあぶね。およしの手を取り表へ出た。ああ、およしさん、しょうがねえな、あんなこと言っちゃって。ほら、あと金の五両だ、取っときな。あら、およしさんだなんて。およしと呼んでちょうだ。それじゃあおよしね。源太さん、今のがお芝居じゃなくて本当だったらいいんだけどね。冗談よね。ねえ、いっそのこと本当のことにして私も一緒に連れてっておくれよ。旅ガラスに女は足でまといだ。縁と命があったらまた会おうな。あばよ。源太さん、源太さん、待っておくれ、待っておくれったら。男二塾の初恋を涙も見せずに諦めて、思わぬ女を道連れに、思う女の幸せを心に祈る切なさを知っているのはただ一人、今まん丸なお月様。辛い源太の胸の内、風に問えども答えなく、月に問えども口聞かず、音するものは桂川、せせらぐ水の流れのみ。二十歳ばかりのおしどりが峠の彼方に消える頃、男心を泣くように小然として雨が降る。もっとふれふれ風よ吹け、浮世の義理も人情も吹き流すまで触れよ吹け。男源太はどこへ行く。男源太はどこへ行く。